日向駅は千葉県三部市椎崎にある東日本旅客鉄道総武本線の駅である。駅名は1889年4月1日に成立した武者軍日光村に由来するもので、両政国の日向国とは直接の関係はない。相対式ホーム2面2線を持つ地上駅である。ホームは重ね上げされていない。駅舎は2番線ホームに接しており2つのホームは、 古線橋で結ばれる。かつては木造駅舎があったが、今は比較的簡易な構造の駅舎に建て替えられている。旧駅舎と今の駅舎は場所が少し異なっており、旧駅舎のあった場所には、現在も2番ホームから階段が下っており、何もないところに階段がある。2番線ホーム上に男女別の推薦式トイレが設置されている。無人駅だった当時は駅舎に、 男女共用の組取式トイレが設置されていたが、友人化に採取トイレのあった箇所に、駅事務室を設けたため、現在のトイレが整備されるまでの間は2番線ホーム上に、男女共用で簡易推薦式の仮設トイレが設置されていた。業務委託駅で自動券売機、簡易水加改札機、乗車駅証明書発行機が設置されている。 2020年度の1日平均乗車人員は638人である。JR 東日本及び千葉県統計年間によると近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り。三部の森公園旧三部町にあった唯一の鉄道駅であるが三部市役所三部所のある中心部には当駅から北へおよそ 3km ほどの距離がある。 この駅があるのは、作田川沿いの場所であり、千葉県道76号鳴門と市水線沿いの日向台を中心に、日向ニュータウンが整備されている。日向駅停留所が設置されており、三部の森元機関やハス沼海浜公園へと向かう、三部式館バスの路線が発着する。出店広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。